はい、今日もお疲れ様でした。でした。ジップ放送後のトークバトル、ジッププラス3です。なんかこんな、こう穏やかなトーンで始まるコーナーなんだっけ？違う、僕がね、今日ちょっとわーってテンション上げられる状況ではなくてですね、ちょっと静かめに、ま、いつも通り落ち着いたおしとやかなテンションで始めていきたいと思います。まあいいでしょう。そっち側だけ高いのずるいです。イエーイ。 本当に。さあ、今日もいろいろカードあるんですが、今日のカードは、じゃん、徳島さん、学生時代の話もっと聞かせてくださいと私？いうことなんですが、これはね、ちょっと我々のインスタグラムでね。宣伝にしようとしてるでしょ。これね、宣伝のために選びます。これまでいろいろ話したじゃないですか。バレンタインのこととか、クリスマスとか、あと部活とか、そういう話をね、全部このインスタグラムでね、ラジオをやってまして。そこであるので、そっちをぜひご覧ください。そうですね。はい。はい。ということで、もう一通あります。のためだけの質問だったのね。ありがとうございます。いや、でも本当にたくさんいろいろ話したいことはあるので、ぜひぜひご覧ください。そして、今回ですね、もう一ついただいてるんですが、ちょっとカード形式じゃなくて、僕なんか頭の中に届いたやつなんです。おうおうおお。エリカだから、ET さんから。そうそう、イニシャル ET ね。ET さんからのお題で、素敵な、例えばちょっと暖かくなってきたので、お散歩とか、朝起きてテンション上げるときとか、くつろぐときとか、素敵な春曲ありますか？ということなので、イエーイ！ 春曲特集の回でいきましょうかね。おお、いいね、いいね、いいね。はい。意外と我々ね、音楽の話とかね、ショービズコーナーのその PV がとか、何々賞を取りましたみたいなので毎回盛り上がってるじゃないですそうか。ね。もうテレビ見ながら視聴者さんと同じ気持ちで、へえって言ってるもんね。言ってる。今日のグラミー賞特集とかも、誰かなみたいな話してます。何知らないとかね。これ流行りましたけどねとか言いながら。というわけで、そんな我々からおすすめしたい春の曲ということなんですが、僕からは、クリープハイプさんのしおり。名曲だよね。伝わりました？そう、徳島さんね、クリープハイプとか聞くんですよ。好きよ、好き。そう、実はね、ボーカルの方、プロ野球の大のヤクルトファンかなんかなんだよね。そう、尾崎世界観さんですね。そうそう。そう、なんか小説がね、芥川賞か直木賞かなんかの候補にも残ってやっぱます。りね、お名前通り独特の世界観がある方だそもんうなね。んですよ。やっぱりその作詞の才能もすごい一級品ということで。で、しおりっていう曲自体が、その春の卒業とか入学っていうシーズンに向けた、その青春世代に向けた曲だったりもするので、自分の人生のしおりとしてね、結構ね、しみる曲なんですよ。で、かつ、なんかね、もうなくなっちゃったかな。昔ね、このクリパイプのしおりっていう曲を、そのあいみょんさんとか、すみかさんとか、あと、ホーリミテッドサザビーズさんとか、そういう、なんか何人かのバンドのボーカルたちでこうカバーしたっていう企画があって、豪華。めちゃくちゃいいんですよ。ちょっと検索して出てくるか分かんないんですけど、それバージョンも良ければ聞いてほしいなとはちょっと思いますね。聞きたい。ちょっと、うん、検索してみます。お願いします。あれ、視聴者の方ですか？そうそう。へえって。検索してみますですと。ググるって。いや、これさ、もっと大きい声で笑いたいけど、そういう状況じゃないんですよ。もう本当にもう環境だけはちょっとやっぱ整えてプラス3したいところだね。そうですよ。もう本当ね、にすごい聞こえ、丸聞こえなんですよ。このね、穴が開いてて、壁に。ね。
なんかちょっと語弊ある。なんかね、日本テレビが不安になるよ。こんなところみたいな。ちょっとなんか、その換気みたいな感じで、あ、はい、空いてるので。そうだよね。仮設の、なんか自習室みたいな空間だもんね。そうそうそう。ここね、申し訳ないですね。さあ、そして皆さんが楽しみにしている徳島さんが春おすすめの曲は何ですか？いやーでもね、そう、ちょうどちょっと前に自分のあのインスタで春の曲おすすめなんですかっていう質問をして、それでなんかそう篠原にも今聞きたいなと思って、その ET からテレパシーを送ってみたのよ、ね、テレパシーを。でもなんかさ、いいことね、うん、そう、春の曲ってすっごいこうその楽しい春が来たよ、うん、わーいって曲から、うん、なんか切ない壮大な曲まで、あ、幅が広いなと思って、やっぱ夏の曲は基本さ太陽さんさん明るい曲だし、うんうん、ちょっと秋はまあ落ち着いてきて、冬はなんかこう、うん、しっとり雪の中のラブソングみたいな、うんうんうん、なんかがメジャーだとしたら、シャンシャン鈴が鳴ってる、そう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 、春の曲ってね、振れ幅が大きいこと大きいこと、確かに言われてみればその通りですね、うんうん、だからなんかこう AKB48 さんの桜シティ、毎年春の季節に出す曲もね、そのもうほんと桜の木になろうとか、うんうんうん、桜の花びらたちとか十年桜とかいっぱい曲あるんだけど、うん、でもやっぱりこういろんなトーンで名曲だし、うんうん、あとやっぱり先週3月の、うん、まあ、9日になるとやっぱりレミオロメンさん聴かないと気が済まないじゃない、はい、流れ、そう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 、これちょっと歌いすぎると思ういやでもそれこそそのレミオロメンさんのその3月9日が入ってるアルバムがエーテルっていうアルバムなんだけど、うん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 、それ多分私が高校生ぐらいの時に出たアルバムなのかな、そうなんですか、でめちゃめちゃ青春で死ぬほど聴いたの、そうなんだ、そう、南風とかいい曲ばっかりで、え、借りてきてパソコンに入れて、そうと昔の iPod、 ね、私は iPod mini ってこれぐらいのな、懐かしい、あ、でも俺、僕そのぐらいが一番デザイン好きでした、あ、本当に、でカチ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 って、あ、そうそうそう、なんかミントみたいな大きさの、ね、あ、うん、そう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 、めっちゃ懐かしい、なんかちょっとつるっとしてるんですよね、表面が、あ、そうね、メタル調みたいな感じの、そう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 、え、何色だったんですか、ピンクかな、え、し何のテンションそれ、はい、そうね、いや本当に春曲本当に人によって違うと思いますからね、そうそうそう、明るい曲が好きな人もいれば、そう、バラード系が好きな人もいるし、そうそうそう、と歌詞で入る人とメロディーで入る人と、それもそうなんだよね、そうなのよ、そのなんかこうエメさんの春は行く聞いて壮大な気持ちになった後に、うん、うん、じゃちょっとこうポップな気持ちになろうかなって言って美和さんの春になったら聞いて、春になったら、そう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 、いいよね春って、いいですね、きっと叶うって曲もいいですよ、あーね、フェイスのカップリングで、うんうん、未来に期待描いたのカップリングで、でてれれてれれれれ、離れたきっとこれまでやってきたじゃないみたいなのを、ね、そう、僕受験の時に聞いてました。ああ、大学受験。そうそう、これからに向けて頑張ろう。ああ、いいね。そう、なので皆さんもぜひコメント欄とかにもしこれ聞いてるっていうのがある。みんなで春曲プレイリストみたいなのができて、あ、いいね、いいね、確かにプレイリスト公開したいぐらいだわ私、それで皆さんに聞いた春曲とりあえずダーッとね、ね、で調べてまとめたのよ本当に、あ、そうなんですね、うん、ちょっとそれは後でオフィスに送ってくださいいいよ春、春いいね、楽しいね、だって桜も咲いたし東京もですね、だんだんもうこれから暖かい軌道に乗ってくそうなので、皆さんもお散歩とかのんびりくつろぎながら聞いてみていただきたいなと思います、はい、はい、というわけで音楽満載の時間になりました以上 ZIP+3 でした、控えめー。